皆さんこんばんは。38歳 YouTuber 水野優香です。今日は私がめっちゃくちゃ愛してやまないリファの新商品が出たので、そちらをレビューと、あと私のやり方をハウトゥーで紹介したいと思います。では水野優香チャンネルが始まるよったら始まるよ。皆さんは肌の年齢気になりだしたのっていくつぐらいですか？ま、10代から20代の時も気になりましたけども、やっぱり私が一番気になったのは34です。34を過ぎたあたりから冬になると乾燥、あと年齢サイン、そしてなんかこうちょっとした肌荒れ、そういうのがすっごい気になって、で私は35からクレンジングに気をつけるようになりました。大人になるとどんどん乾燥肌になっていくと思うんですけれども、なんで大人が乾燥肌になるかっていうと、落としすぎ、こすりすぎ、これをしちゃうと化粧も落としにくくなるし、毛穴汚れが気になっちゃう、そういう原因にもなっちゃいます。そんな悩みや不安を解消してくれるのがこちらです。じゃじゃーん、リファホットクレンズ CL なんです。この商品は温感で毛穴をこう開いて、クリームで汚れを絡め取ってくれる。だから無理なく優しく洗い落とせるんです。以前私が動画で紹介したインナービューティードリンクもこのリファの商品なんです。リファの商品はこれで私4つ目で、ついついリファが出ると、あ、気になると思ってチェックしちゃうんですけども、やっぱりそれだけちゃんと効果があるんです。この商品はクリームの材形にこだわっていて、水性油性どちらの汚れにも馴染む上に、ダブル洗顔しなくても大丈夫な商品なんです。最近美容業界で話題のこの温める温感に加えて、クリームで実現しているクレンジックって、クリームで実現してるクレンジックって、しかもクリームで実現しているクレンジングってすごいんです。この中に低分子のコラーゲンが入ってるんですけれど、そのコラーゲンが角質の奥まで潤いを届けてくれるんですって。やっぱりクレンジングって肌にかかる負担が大きいと思うんですけれども、化粧を落としながらお肌を潤わせたり保護したり、肌にかかる負担を抑えて、洗うたびにもっちりした潤いに満ちた透明肌に導いてくれるんですって。まあこういろいろ説明してますけど、やっぱりこう使ってみないとわからないと思うので、私がいつもやっているクレンジング方法、こちらを動画でご紹介したいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。まずは目元、濃い目元のメイクはアイメイクリムーバーで落としていきます。じゃあ次にホットクレンズ使います。だいたい1回の量はこれくらいです。私はおでこと頬と鼻と、あと顎先にのせて、ポカポカするんですよ。このくるくるしながら伸ばしていきます。優しく優しく。クリームなんで、すっごく伸びが気持ちいい感じです。塗れば塗るほどこう柔らかくなってきて、伸びが良くなってくるんですよね。で、あったかい感じがするので、すごく気持ちいいです。で、優しく優しくくるくるしていきます。やっぱジェルに比べて柔らかいんで伸びる気がするし、クリームなんでなんかこうやっぱりこすりすぎなくても綺麗になりそうです。じゃあこの状態で40度ぐらいのぬるま湯かな、それくらいの温度でささっと流してきます。洗い流してきました。やっぱりこれを使うと肌がこう柔らかくなってもちもちっとしてます。しかもやっぱこう突っ張ってるって感じがクレンジングって出ちゃうと思うんですけど、そういう感覚がなくって、すごい洗い上がりが、あ、もうすぐ化粧水塗らなきゃっていう感じじゃなくって、あ、もう潤ってるなっていう感覚がありますね。しかも温感なんですけれども、本当に柔らかい心地よいあったかさなので、なんかそれもすごく癒されるし、いい感じです。皆さんいかがだったでしょうか。お肌に良いこと尽くしの
温感クレンジングクリーム、こちらで加齢に負けず華麗に生きるために、皆さん冬も美肌活動頑張っていきましょう。商品の詳細は概要欄の方に記載してあるので、よかったらぜひチェックしてみてくださいね。では今日の水の床チャンネルいかがだったでしょうか。よかったよっていう人はチャンネル登録とグッドボタン、こちらをよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。